タトゥーを持つ者の心得参戦。 TPO に対してしっかりとタトゥーを隠せる準備をしておくこと、笑顔で挨拶、絶対に仕上げること。ほう、はい、その心は。ホリダイチャンネル。はい、どうも皆さんこんばんは。好きな言葉は親孝行。どうもゆうきホリダイでございます。そして本日は火曜日8時半ということはホリダイトーク始まるよ。というわけで今回も回しはいつものデカオでございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。デカオさん、はい、あなたの TikTok、はい、バズってるらしいね。はい、おかげさまで。なんて名前だったっけ。ホリダイの隣の20歳です。はい、完全にこいつが俺をいじりにいじるっていう謎の TikTok がバズっております。皆さんチェックしてみてください。というわけで、はい、本日、いや今宵のトピックは何だい。今宵のトピックは、はい、タトゥーを持つ者の心得参戦でございます。なるほどなるほどなるほど。なんか最近やっぱりタトゥー関係が多いね。そうですね。まあまあまあ、ホリダイチャンネルだしな。はい。あ、でもこれはちょっと意外とみんなも知ってるだろうけど、ただまあこれからタトゥーを入れたいなとか思ってる人とかにはいいかもね。あとタトゥーが入ってない人たちにも、はい、うん、やりましょう。なので今回は、うん、まあ堀氏目線ももちろんですが、うん、まあタトゥーをこう自身でこうたくさん入ってるっていう目線でも、うんうん、あのお話しいただければなと思います。ああ、なるほど、はい、わかりました。お願いします。それではやっていきましょう。はい。堀大たちが着用しているアイテムはクラシッククロージングウェブサイトで購入できます。ぜひご覧ください。それではまず一つ目お願いします。一つ目か。TPO に対してしっかりとタトゥーを隠せる準備をしておくこと、こちらでございます。なるほど、はい、詳しくお願いします。いやいやいや、はい、はい、まあ例えばだけど、まあ一般的にこの日本で生きていく場合であれば、基本的にそのタトゥーを見た時に嫌な気持ちをする人の方が圧倒的に多いと思うのよ。はい。だから例えばまあご飯食べ行ったりとか、まあそれこそ本当にお買い物行ったりとか、はいはい、まあ特にねこう、まあ役場だったりとか家族の人たちが、憩いの場で過ごしているようなところでは必ず、僕は長袖を着ています。はい、はい、はみ出ちゃってる分は心の中でごめんなさいって思ってます。はい、はい、そうですね、うん、なんか第三夏でも汗っかきじゃないですか。汗っかきながら長袖着てますよね。すんごいんだから汗が。そうですよ、滝のように汗を流しながら。はい。ただまあまあ最近はほらあのグルービーのシャツとか、うん、まあうちの長袖着てるからさ。そうですね、まあだいぶ楽だけどね。はい、うん、まあでも基本的にはやっぱりタトゥーは隠せよっていうわけではないけど、うんうん、基本的に周りの人のことを考えるんであれば、周りの人たちが不快に思うんであれば俺は絶対に隠すべきだと思うし、はい、そこで例えばそんなの知らねえよって言って出して歩いた時に自分がどういう評価を受けるかってことを考えた方がいいです、うん、な。そうですね、結局その人から見た時にうわーやだあの人入れ墨出してるって、もう長袖ぐらい着て隠せばいいのに、うんうん、あの人本当に周りに気が使えない人なのね、わがままな人なのねって思われちゃうんだよ。だからあくまでもこれは自己防衛としても使えます、うん、はい、自分のイメージをねちゃんと周りからどう見られてるかっていうのをちゃんと考えられる人であれば間違いなく隠してるはずだしっていうところもあるけどな。そうですね、うん、そこはやっぱ大事ですよね。そうだな。まあお前はどう。僕もでもやっぱり和彫りを入れてから、うん、今までは、まあ、見えるとこはワンポイントでお花だったんで、はいはいはい、なんかその絵柄的にも割と、うん、まあ受け入れやすいというか、ただ今和彫りが T シャツだと見えちゃうので、まあ、ギリ見えちゃうもんな、はい、こんぐらいなんでそこはやっぱりちょっと気にして、うん、例えば先日彼女と丸亀製麺に行ったんですけど、うまいよね、はい、シコシコで、はい、うん、で T シャツだったんですけど、うん、
ちょっとさすがにこれまずいなと。まあまあ家族連れのねお客さんたちもいるしね、はいはい、でちっちゃい子がまあたくさんいたんで、一、うんうん、回戻って長袖を着てっていうのはありましたね、うんうん、でかお、はい、生まれて初めてよくやった、ありがとうございます。はい、はい、まあ本当にうちとかではね、うん、基本的にもうそうしないよっていうのは当たり前なことだけどね、はい、ただまあ例えば友達がやってるバーとかさ、はいはい、そういうとこで周りがみんな知り合いで、うん、そういう雰囲気のところだったら俺はまあ OK かなと思いますけどね、うん、そうですね。まあでも一つ目はこんな感じかな。はい、ありがとうございます。とんでもない、じゃあ早速それでは二つ目、はい、お願いします。二、はい、つ目はこれはもう昔から俺はやってるんだけど、笑顔で挨拶。笑顔で挨拶。笑顔で挨拶。はい、と言いますと、その心は、その心はなんかね、まあこれはでも正直まあタトゥーが入ってるからっていうのは俺自身としてはあんまり気にしてないんだけど、はい、まあ結果が後からついてきたというか、うんうん、まず俺いつもさ、どこ行ってもさ、コンビニで行ってもなんとかですって言われたらどうもありがとうって帰るじゃん。そうですね。ご飯行ってご飯の時にお水もらってもどうもありがとうって言うじゃん。はい、なんか本当にそういう何気ない挨拶とか気遣い、心がけだったりとか、そういう言葉がけをすることによって単純にタトゥーが入ってる入ってない関わらずイメージがいいじゃん。そうですね。でしかもどうもありがとうって言ったら向こう側も笑顔でどうもとか言ってくれたらさ、はいはい、気分も上がるじゃん、うん、気分上々じゃん。そうですね、うん、Hey DJ ですね。そうだねほらすいません、ほらちょっと昨日なそれで盛り上がっちゃったからなすいません脱線しました。まあでもそのまあタトゥーが入ってるからというか、これはあくまでもうちのスタジオの場合です、うん、例えばそのうちのスタッフ、それこそデカオ、はい、まあ、もちろんあの匠もそうだし、あとはうちのお客さんたちにもなるべくそうした方がいいよって言ってます、はい、なぜかって言ったらタトゥーが入ってるんだってよって誰かに言われるかもしれないじゃん。そうですね。その時にさ、例えば俺なんかお近所のコンビニのおばちゃんみんなめっちゃ仲良しじゃん、はい、で例えばそのおばちゃんがさ、あの友達にさ、あの人入れずに入ってて怖いわねって言われた時に、うん、きっと俺の仲いいおばちゃんたちは、あら何言ってんのよと、大ちゃん見た目ね入れずに入っててちょっと怖いけどいい子よって言ってくれてるのよ実際、はいはい、ってことは自分が、まあ、これもまあ自分のイメージを良くするっていうのももちろんその効果としてはあるんだけども、はい、単純にやっぱ人として笑顔で人に挨拶をするっていうことはやっぱすごい大切なことだなって思って。そうですね、うん、で俺の場合は結構ほら幼稚園とか、まあ、小学校、龍太郎の小学校はなかなか仕事が忙しくてなかなか行事も行けてないんだけど、はい、幼稚園の頃なんかめちゃくちゃみんなと仲良しだったの、はいはい、まあ、一応いつも長袖長ズボンで、まあ、ここはごめんねって思っていつも通りね、はい、でもいつもこんにちはこんにちはこんにちはって言って子供たちがわーって集まってきて、おーお前らーって言って遊んでるから一個も評判悪くなかったもん、はいはい、だから結果自分が笑顔で挨拶をするっていう当たり前のことをするだけで、あの人はいい人だよってみんなに言ってもらえるっていう、まあ、結果がついてきたから、うんうんうん、俺はこれを二つ目に選びました、うん、はい、そうですね。例えば第三がイメージ、第三のイメージっていうのは、うん、言ったらリュウちゃんのパパっていうイメージもあるし、そうだね、さやかさんの旦那さんっていうイメージもあるから、うん、そこはしっかり守っていきたいですね。だって俺がさこういう顔してさ、はい、何にも喋んないでこうやっていたら嫌じゃない。めちゃくちゃ怖いですよ。だったらあっパンチャー、そうですねって言ってる方が絶対いいもんね、はい、絶対いいです。俺も気持ちいいし、あこれはまあ俺の趣味だね、あ笑顔で挨拶は。でもそれをすることによってすごいいいことがあったよっていうお知らせでした、うんうん、はい、ありがとうございます、はい、お前もしてるか挨拶。僕も挨拶はしてると思います、うんうんうん、はい、やっぱり人と喋るのが個人的に好きなので。そうだよな、はい、うん、そっから話したりとかっていうのもできたらいいなと思いながら挨拶は、うん、はい、素晴らしい、いいぞ、ありがとうございます、はい、プラス5点、ありがとうございます、okay、もうちょっとで小焼き丼がおごってもらえるな、はい、はいはい、というわけで、まあ、2つ目はそうですね、笑顔に挨拶を忘れずにと、人に優しくって感じですね。はい、それでは、はい、まあもう最後ですが、ああそうだね、はい、うん、3戦目お願いします、はい、3つ目は
まあでもこれはまた本当にタトゥー入れ墨のことに関しての話にがっつり戻るんだけど、はいはい、まあワンポイントとかの人たちは除外よ、はい、1回で終わるもんはどうせ1回やったら完成するんだけど、はい、ただ大きい入れ墨、まあ、例えば和彫りとかタトゥーを入れたい時に絶対に仕上げること、ほう、はい、完成まで持っていくっていうことですよね。もちろん、はい、詳しくお願いします。任せろ。はい、まあそもそもなんだけど俺の中の考えでは、まあうちのお客さんって和彫りの人の送信彫りが多いじゃない、はい、で例えばまあ背中から始まって背中から腕七分だの五分だのっていうところまで行って、でその後胸割りにするかそれとも足首まで伸ばしてどんぶりにするかみたいなところじゃない、はいはい、その過程でもしやめちゃって諦めちゃうと正直めちゃくちゃダサいんですよ、うん、そもそもが、はい、なんでかって言ったら、例えばその俺たちのやってる和彫りの仕事だったりとか、まあもちろんタトゥーもそうなんですけど、中途半端っていうのが一番格好悪いじゃないですか、簡単に言ったら。仕上がって全部その自分が入れる範囲とか、まあそういうパターンがあるんですけどね、和彫りだと何パターンか、そこをやり始めたのに途中でやめてしまう人がまあ世の中には多々いると思うんですけど、はいはい、ただ終わってなくて諦めたその姿ってものすごくかっこ悪いんですよ、本当に。だから俺はこれをちょっと強く言いたいのは、もし大きいタトゥー入れ墨を入れたかったら、ちゃんと完成するまで自分が頑張れる、お金も稼げる、それで払える、我慢ができる、通えるっていう確信を持ってからやってほしいです。はい、まあ、無理のない範囲でちゃんと仕上げていくのが一番いいってことですね。その通りでございます。例えばだけど本当に、まあ、俺よく言うんだけどさ、お客さんにもそのとりあえず筋だけ入れたいんですよねっていうお客さんとかごく稀に聞くでしょ、はいはい、え、筋だけしかやらないんだったら僕やりませんよっていうの、うんうん、え、なんでですかって、え、じゃあうち車屋だとしてすいません、あのフレームだけ売ってもらえますかって言われて、うん、売るって。例えばじゃあうちが洋食屋さんでさ、うちはハンバーグステーキを売りにしてるとするじゃん、すいません、あのひき肉の引く前の肉だけもらえますかって言われてさ、売るって話なの。そうですね、うちは俺は入れ墨屋として完成した入れ墨をお客さんに注文いただいてるわけだから、例えば家をさ建てますよって言って、さっきの話の続きだけど、はい、骨組みだけ建てたらさ家でもなんでもないじゃん。そうですね、そういうことなんですよ、うん、でそれを考えてみてみすぼらしいと思わない、うん、まずだから僕はそういう仕事を絶対やりません。ちゃんと完成ができるようにお金を貯めるかスケジュールを立てましょう、うん、いつも言ってるんだけど、はい、うん、いやだ、もうかっこ悪いもん。そうですね、まあでも世の中そういう方もやっぱりいるっていうのは現状ですよね。もちろん、ただそのどうしても仕事上だったり仕事変わっちゃって給料が下がっちゃったとか、まあそれこそよくある、その結婚して子供が生まれて、まあちょっとねお金が毎月使える金額が下がっちゃったから一時休憩します、1年休みます、はい、2年休みます、ちょっと5年ぐらい休みますって、全然 OK なんです。ただうちのお客さんたちはもう9割以上必ず帰ってきて仕上げてくれるんで、いやー時間かかっちゃってすいませんって言われるんだけど、最終的に完成すればいいのよ、ありがとうって言って送り出すんだけどさ、まあ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 、ちょっと話が熱くなっちゃったよ。そうですね、ごめんなさいね、なんか最近ちょっと熱血掘りたいで本当にすいません。なんかここで僕から一つ思ったことがあるんですけど、うん、まあ仕上げる入れ墨を完成させるっていうのも一つ、うんうん、そこに加えてしっかり完成したものをきれいに保つ、ケアするっていうことも大事なのかなと。あ、まあ、そうしてくれたらこっち側はめちゃくちゃ嬉しいよね、うん、うん、例えば、まあ、日焼けだったりとか、うん、まあ、代表的なところで言うと、まあ、日焼けですね、うんうんうん、あとは、まあ、うちの場合はもうケアまでうちでしてから帰ってもらうんで、うんうんうん、ほとんどすることはないですけど、そうだね、はい、例えば、まあ、それこそ傷だったりとか、まあ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 、致し方ないところではあるけどね、うんうん、でもこれはどっちかって言ったらそうしてくれたら嬉しいから、俺はお客さんたちにそうしてくださいよっていうお願いだね、うん、うん、まあまあなるべく綺麗に、保ってくれたら嬉しいし、
みんなも今入ってるタトゥーが長く持つんで、うん、そこはおすすめだよね。そうですね、うん、まあさっきちょろっとも言ったけど、そのうちのクラシッククロージングでさ、そのドライ素材のロンティー、はいはい、まあ、タトゥー隠し用にっていう理由で俺が愛用してるんで、まあ今いろんなデザインのもの出してるんですよ、うちで。だからまあ本当に真夏とかそれ1枚で着ててタトゥーも隠せるし、しかも涼しいし、速乾だから、で見た目もかっこいいっていう素敵な T シャツがありますんで、もしよかったら概要欄からクロシ概要欄からクラシッククロージングのウェブサイトへ飛んで見てみてください。よろしくお願いします。ちょっと宣伝しちゃった。そうですね、はい、まあでも本当にあれは必須アイテムかなと。俺は絶対必須だね、はい、うちのお客さんたちもみんな必須アイテムだって言ってくれる。そうですね、うん、まあまあ本当ぜひね、自分のタトゥーをその守るためにも使ってもらえたらより本望だね。そうですね、嬉しいね。うん、はい、まあ今日のところはこんなもんでよろしいかな。はいはい、それでは締めの方お願いします。はい、わかりました。ちょっと今日はちょこちょこ脱線気味のおじさんでしたが、まあそうですね、タトゥー入れ墨を持つ者の心構えか、まあ、正直俺がねそんな大それたことを言うような、まあ、人間ではまだまだないとは思ってますけれども、やっぱ僕はもうすごいタトゥー入れ墨が大好きなんで、そういうところに気を使ってるよっていうお話でした。まああくまでもね、いつも言ってますが僕個人の見解です。語弊のないようによろしくお願いします。はい、ホリダイチャンネルでは、こういう僕が熱血になりやすいホリダイトークだったりとか、まあ、僕たちの大好きな、ファッション、そして、まあ、髪型だったり車だったりという好きなことをいろいろと皆さんに紹介していくチャンネルでございます。セカンドチャンネルでは完全にプライベートで気を抜きまくってる僕が見れますので、今すぐチェックしてみてください。はい、それでは皆さん本日も良い夜をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。お疲れ様です。